ある日、私たち家族は住み慣れた東京を離れ、あの町へ引っ越した。私は都内へ通学、お父さんも都内へ通勤。東京がすごく近いことに驚いたけど、正直引っ越しには大反対だった。それ以来、お父さんと私の会話はほとんどがメール。でも、この町で暮らすうちに、その関係がちょっとずつ変わってきた。おかえり。ただいま。小さいのがいる。ほんとだ、親子かもね。うん、飼ってもいい？うん、いいよ。入ったらさ、おやつにしようか。うん、チョコがいい。いいよ。最近、息子の眼差しにハッとさせられることが多い。Thank you.
何をやってもうまくいかない。何それ、リモコン？いい、きつい。あーちょっとごめんなさい。ほんと嫌なことばっかり。おい橘、もうちょっと頑張ろうな。はい。どんなことがあっても今までずっと我慢してきた。ごめん。我慢。でもこの町に来て私は変わった。よし。おかえり。ただいま。私にお母さんがいるように、お母さんにもお母さんがいる。見てお母さん、綺麗ね。ありがとう。うん。母さん、お帰り。ただいま。はい。ありがとう。この町では毎年夏にうさこいのお祭りが開かれる。
正直張り切っちゃってるお父さんは嫌いじゃない。処理審査。あ、わかった。天気だね。うん、すぐ乾きそう。暑いよ。立花、お父さんが会社で倒れたそうだ。お父さんがずっと握りしめてたって。大丈夫よ、大丈夫だから。大丈夫大丈夫。そしてお祭り当日、よし。皆さんにありがとうございました。ちえ。
ただいま